皆様、こんにちは。コインパレスの室田でございます。本日は19世紀大英帝国時代を代表する名家ゴチッククラウンの復刻版を皆様にご紹介させていただきます。2021年に偉大なる彫刻家シリーズの第3弾としてロイヤルミントがリマスター版を発表いたしました。オリジナルのゴチッククラウンですが、1847年に初めてリリースされまして、その時の発行枚数が8000枚とされております。現在残っているものはその約半数と言われておりますが、時折オークションに出品されたり市場に出回ることがあるもののほとんどが銀貨でございます。1847年度版に関しましては同じデザインの金貨も制作されたと記録が残っておりますが、現存する唯一の例として挙げられますのが、イギリスの大英博物館が所蔵する1847年度版のゴールドコインでございます。この度の偉大なる彫刻家シリーズの第3弾として発表されたゴチッククラウンのリマスター版ですが、この偉大なる彫刻家シリーズの第1弾として発表されたものが、あの有名なウィリアム・ワイヨンの傑作ウナとライオンでございました。そしてその第2弾として発表されましたのが、19世紀初頭ジョージ3世時代の後期を代表するスリーグレーセスでございました。そして満を持して発表された第3弾が、この1847年のゴチッククラウンのリマスター版でございます。1847年の初版の後、その6年後、つまり1853年にも再版がリリースされておりますが、こちらの発行枚数はオリジナルよりもさらに少なく、460枚のみが発行されたと伝えられております。この度のリマスター版についてご紹介させていただきます。こちらが2021年に発表されました現代ロイヤルミントの最高傑作の一つ、偉大なる彫刻家シリーズの第3弾の表面、ゴチッククラウンのポートレートバージョンでございます。コインの中央には1847年当時のビクトリア女王の美しい横顔が刻まれております。また頭上の王冠と女王が身につけているバラの刺繍が施された見事な衣装は、周囲の碑文との絶妙なバランス感覚を示すものです。このポートレートの周囲に刻まれている碑文ですが、ラテン語で刻まれておりまして、碑文の字体としましてはゴチック様式ならではの字体、ブラックレターが採用されております。そしてリマスター版のもう一つが、こちらシールドバージョンでございます。このデザインはもともと1847年のオリジナルの理念に描かれていたものです。中央には十字型のデザインが見られますが、これはグレートブリテン連合王国を形成する3つの国家、イングランド、スコットランド、アイルランドの3国の国章をデザイン化したものです。そして十字の紋章の先端部分には4つの大型の王冠が見られます。さらに十字の中央に着目しますと、そこには英国史上最高の勲位、ガーター勲章の碑章が刻まれています。このシールド版の周囲にもラテン語の碑文が刻まれていますが、これもまた表面と同じくブラックレターで統一されております。これら2点のゴチッククラウンのリマスター版ですが、偉大なる彫刻家シリーズの第1弾と第2弾はオリジナルの裏面のデザインのみが発行されていたにもかかわらず、なぜオリジナルの表面と裏面が別々にこの度の第3弾のみ発行されたかと申しますと、英国モダンコインの特徴であるそれぞれの時代の君主の肖像をコインの表面に刻むというルールに基づいて2種類のデザインが発行されたとされています。それぞれのコインの
表面にはこのように昨年お亡くなりになったエリザベス2世の第5肖像が描かれております。大変美しい鬼肖像ですが、歴代英国王の肖像の中でも特に格調高いものとして知られております。頭上に見られます宝飾品ですが、これは1821年に戴冠式を迎えましたジョージ4世の依頼によってロンドンの宝石商が制作したものでございます。百数十個のダイヤモンドとイエローダイヤモンドからなる見事な装飾が施されている英国王室屈指の宝飾品でございます。この見事なステートダイヤモンドダイヤデムを頭上にいただくエリザベス2世ですが、この肖像がリリースされた当時89歳でした。そして肖像の周囲には碑文が見られます。500ポンドの貨幣価値のみが英語で刻まれております。そしてそれに続きまして発行された年2021年の西暦が見られます。それに続きましてラテン語の碑文が刻まれております。エリザベス・セクンダ・デイ・グラティア・レジーナ・フィデイ・デフェンソールとラテン語が続きますが、この意味は神の恩寵による女王エリザベス2世忠誠の守護者でございます。ビクトリア女王の時代を代表する名作ゴチッククラウンでございますが、この度のロイヤルミントによるリマスター版の発行によって次世代に受け継がれることとなりました。ここにモダンコイン屈指の傑作がロイヤルミントによって生み出されたことは英国貨幣史にとっても大変意義の深いことであります。